高めは、囲碁用語の一つで、空き隅への着手を指す、言葉の一つ。五番の隅、第四線と第五線の交点に打つことを言う。下づくろ位置、または、A の点が高めである。一つの隅に高めに該当する位置は二箇所あるが、どちらに打つのも同じ意味である。ただし、盤上の他の石の配置によっては、戦略上異なる意味を持つ。 4線と5線の交点であり、通常打たれる隅の着点としては、最も位が高い。このため実利には甘いが、隅への侵入を誘って、勢力を築き、模様で打つスタイルに適していると言える。高めから、締まりの価値はもちろん大きいが、前述のようにあえて隅への係りを許して打つケースが多くなる。AA の締まりが最も一般的であり、小目からの一見、締まりと同型になる。 勢力を施行する場合 B などの高い締まりも打たれるが、隅に打ち込みの隙が残るため、特殊な場合に打たれる着点である。白がかかるときは白1の小目にかかるのが最も一般的である。これに対し黒は A、B の付け、C、D など圧迫して、勢力を築くなどの対応がある。状況により白1で A と33に入る手法や、B と一歩遠慮してかかる手段もある。 小目への係かりに内側から付け引いて打つ定石。黒は2、4と相手を2線の定位にへこませ、5と変に展開する。白も6の手では局面によって B と控えたり、手を抜いて黒から6の手にや C などへの掛けを許して打つ手もある。小目への係かりに対して黒は1と掛け、白は隅の実利を黒は外性を取る別れとなる。白2の付けに対しては、 黒5から7と切り下がり、この2目を捨て石にして、外勢を得る打ち方もある。黒1、3の付け引きに対しては、白4と跳ね上げるのが普通。黒5と切り、この石を犠牲に、隅の実利を取る。黒5では、上手のように内側に切る手もある。黒9まで市長に抱えて一段落。黒は、市長が良くなくてはこの定石を打てず、対隅に、 視聴あたりを打たれたら人手かけて、永遠に抜かねばならない。ありがとうございます。